はーい、どうもリントでーす。今日は先日1万ツイート、まあツイッターなんだけどね、を記念してオリジナルグッズを作ったよーっていう動画を上げたんですけれども、今回それ以外にも作ってた自分のオリジナルまでいかないけどね、グッズをちょっとご紹介していこうかなと思います。もう早速見せちゃってるんですけど、これが先日私が作った、スマートフォンカバーですね。ちょっともうなんか鏡のところちょっと汚い汚れてるんだけど、ずっと触るところにあるんだよね。あとこんな感じでカード入れれるよって感じね。あとこの隙間にも物が入れられる。なんかちょっとゴミ入ってるんだね。なんでそこにゴミ入ったんだって感じだけど。はい、そんな感じで中もね、ちょっと物入れたりできるって感じ。はい、表面こんな感じ。自分のリンパラレルのアイコンと、あとドラクエ内の写真をね、こんな感じで加工しました。ともう一つね、これは忘れちゃいけない。はい、今日ちょっとね髪を下ろした状態で撮影してますけども、いつものお団子リントちゃんのフィギュアです。これ自作ですね。衣装は自分で手縫いして、ちょっとの場所は瞬間接着剤で無理やりくっつけたりとか、そうで、あんな感じでね、メガネをつけた状態にはなってるんですけども、はい、この2つが、まあ、自作のオリジナルグッズ、まあ、これは完全な非売品って感じになりますね。はい、で実際に最近作ったものはここに今、じゃあ貼りましょうか。ドン、はい、ということでこんな感じで作らせてもらっています。で今回ピクシブさんのピクシブファクトリーっていうところかな、で作ることができるのを確認して、作成いたしました。アクリルキーホルダーと、アクリルフィギュアっていう感じですね。こんな感じで作ってます。で、お値段的にはできる限りお手頃な金額で、あとあんまり大きくないものにはなってます。どっちもサイズ見てもらうといいんですが、5センチ5センチだったかなくらいのサイズ感になってます。なのでこんな感じで作っています。はい、もしこれ以外にもオリジナルグッズこういうの作ってとか、例えばこのリントのね、衣装を違うもので作ってとか、あとは例えば今作れるものだけ確認すると、スマホリングは作れます。あとスマートフォンケース、ちょっとこれとは違うけど、このものとはね違うんだけど、スマートフォンケースも作ることが可能です。 iPhone 用と Android 用と作ることも可能。あとは T シャツ、パーカーだったり、まあいろんなものがグッズとして作ることが可能にはなっています。なので皆さんからこういうの欲しいなとか、こういうデザインのもの作ってとかがあれば、ちょっと要望に応えつつこんな感じで作っていければなとは思っていますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと本日は宣伝の動画にはなってしまうんですけれども、よかったらお手に取ってみてはいかがでしょうか。あとはまあちょっと一回外すか。ほっで、この下のまあ非売品とかもありますけども、こんな感じで自分でグッズも作っていこうかなとは考えております。もう一回出しようか。ほい、はい、なのでこのオリジナルグッズもぜひよかったらお手に取ってみてください。では本日は以上です。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。